ヴァンパイアの王になりたいパート7。高評価、コメント、チャンネル登録してくれるともっとヴァンパイアになれるかもしんないってことでね、モチベーションになるんでしてくれると嬉しいですってな感じで、なんと前回と今回の途中に血をたくさん集めて貯めといたのと、人の心臓10個集めました。まああと5個次のレベルには必要なんだけどね。前回なんとこのブラッドチャージを開けたんですよ。ダメダメ今鉄ブロック回収できたけど柱消えちゃったまあいいや。ってことで前回僕この魔剣ハートシーカーってやつを2パートぐらい前に作ったのかな。でもこれがなかなかに弱かったと思うんですよ。なんと攻撃力2、これ危険以下だと思うんだよね。あと攻撃速度が異様に遅い、ま、これがなんでかっていうと血で強化できるスキルを持ってなかったため、本当に一番弱いままだったんだよね。ということで、あとついでにね、さらに強い剣が作れるんですよ。実はこんな感じで高純度血液、まあこれは草むらで取ったり、あとなんかそこら辺にいたヴァンパイアバロンレベル2もうね結構余裕で倒せるんで、これでねできました。この血を注いだインゴット、ここまでは前と一緒なんですよね。で前回のはこれです、魔剣ハートシーカーなんですけど、今回のはよいしょ、魔剣ハートストライカーパワーアップしました。かっこよくね。前回との違いを見ていこう。はい、魔剣ハートシーカー、魔剣、え、待って、魔剣ハートストライカーの方がなんか弱そうなんか弱そうじゃない、まあいいや。ということでこれね、俺やったことないからちょっとよくわかんないんだけど、どうすりゃいいんだっけ。スニークプラス右クリックで使用中のブラッドツールをチャージ、ということでいきましょう。はい、チャージ率0、熟練度0。ほっ、あすごい、なんかチャージしてる。何も増えてないぞ。でもこうやって、あ、ずっと、あ、自分の、ほら、自分の血液減ってる。わ、チャージ率 50% になってる。これちょっと 100% にしようぜ。名前つけられんの？マジかよ。よし、剣の名前を決められたと。まあ僕中二病じゃないんでね。あ、すごい、待って、なんか血が溢れてる。チャージ率 100%! でこの血液タンクに溜めた血を一気にこうやって回復できるんですね。へえ、すげえ。これで、あ、攻撃力7になってるこれ熟練度とかあるじゃん。これは多分倒したらいいのかな？ちょっと待って。はい。で、待って。待って。チャージが長い。チャージが長い。オッケー。あ、でも、そう。俺が、やばいやばい、興奮してんな、俺。この、最大 HP 25% まで弱った、ヴァンパイア以外のターゲットに、ヴァンパイアの剣でとどめを刺すってことができるんで、これヴァンパイアの剣なんですよ。超マジで強い剣。あれ、名前変わったな。なんで、これ、フィニッシャーが働くんで、より、このヴァンパイア以外の敵を、早く倒せると。まあ、ちょっと待って、攻撃速度が弱い、遅い事件は、多分、じきに解決するんで、はい。お、3発?3 発で倒しちゃった。ヴァンパイアの激怒使って、はい。回復して、ポン。2発ヴァンパイアの激怒使って、2発ですか。これはすごいですね。熟練度が 14% になった、今ので。あ、チャージ率はどんどん減ってくんだ。まあでも、これで、チャージ率を増やして熟練度を貯めることによって、待って、攻撃速度は 309% から移動するのかな。人の心臓、あと4個必要なんでね。15個全部で必要なんで。まあちょうどいいんじゃないかな。やばい。おもろ
この技選択してよかったわ。なんかワクワクするわ。そうなんだ。本当はこの血の台座っていうのを作ってあのブラッドチャージできるらしい。でも俺はスキルでどこでも自分でできるらしい。いいね。え、待って、ちょっと待ってね、ちょっと待って、なんか気づいたぞ俺。え、待って、あ、え、攻撃速度速くなってるよ。え、速くなってるよねこれ。絶対最初より速い。熟練度が上がるにつれて攻撃速度速くなるんだ。いいね。オッケー。人の心臓は15個集められたんで、もう、レベルアップできますね。ちょっと待って。クモワンチャン。あ、惜しい。でも、すごいな。あ、すごい。なんか名前付きのヴァンパイアが、あ、俺の拠点を見つけた。おい、これは俺の拠点だ。誰一人として、当然、おい、そこはダメだ。そこはダメだ。行っちゃダメだ。で、こういう名前付きの吸血鬼が稀にヴァンパイアの本を落とすんですよ。だから、ちょっとこいつにかけてみよう。落としてくれ。ヴァンパイアさん。そして、俺の、この、魔剣ハートストライカーの、養分となれ。ダメだ。あのね、熟練度もね、すごい上がってきて、確かに、強くはなってるんだよ。なんだけど、それに伴い耐久値も減ってる気がすんだよね。これさ、直せないかな。あ、でもどうやら、あ、オッケーオッケー。鉄で直せるっぽい。俺はもう、この、魔王の剣でしか、挑まねえ。あ、そうか。やばい。やばない。これ分かった気がする。多分ちょっと一回こうやって鉄であれするけど、一回全部壊したら多分これは熟練度100になるんだと思う。てかさ、さりげなく思ってたけどさ、あ、名前付きだ。めちゃくちゃ攻撃速度速くなったよね。って、お前は2発でやれる。ほい、あれ、よいしょ。熟練度 99% なんですけど、え、待ってね。一発。よし。で、はい、雲はもう一撃だ普通に。ほっ、いいぞ。これ絶対溜まってて。ほ、どうだ。いい。どう。99。ちょっと。マジで上がらないんで、 99% からきっともう一本壊せみたいなぐらいのあれかもね。ってことで、まあ、次のレベルアップにヴァンパイアバロンレベル3の血がもう一つだけ必要なんで、ちょっとじゃあヴァンパイアバロンレベル3倒してこようかな。ヴァンパイアバロンレベル3見つけたんだけどさ、こいつなんかさっき違うヴァンパイアバロンと戦ってたんだよ。だからちょっと待って、わりかしもしかしたらすぐ、チャカチャッと倒せるかもしれん。てかさ、この古文とか、無限に湧いてくるから、無限に熟練度貯められんじゃん。便利。ほらもうなんか、あ、ぶな、やっ、ゆ、はい。古文を殴りつつ、はい、はい、熟練度、熟練度、はい、熟練度いいぞ。多分こいつ瀕死なんじゃないかな。もうけ、いやでも、瀕死。ではないような動きしてるな。ほっほっ、じ、俺はお前なんかに苦戦してちゃダメなんだぞ。あっぶね、闇の決断。待って、まずいね。ちょっと待って、意外と苦戦中。はい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 、待って、くそ、俺はこんなにも弱かったのか。まだまだだな、俺。ヴァンパイアの激怒。はい、はい。ブラッドチャージ。なんか弱そう。よし。ということで、多分ね、弱ってたね。今のヴァンパイアバロンレベル3も。よし。まあ、いいでしょう。待って。まだ 99% か。待って、ヴァンパイアレベル。ヴァンパイアバロンレベル4がいるんだけど。
これはねダメな気がする。今絶対ダメだ。ごめん、次のパートで挑む。ちょっと待て、俺一個使ってないのがあった。待って待って待って、いるね。なんと草むらから出た上位金リンゴ、いきます。待って、お前攻撃力強っ。待って、はいはい、これでいいぞ。うわ、だが闇の決断食らってもなお俺は動くぞ。え、こいつやばい攻撃力。ここでお前を一回倒すことで俺はさらに次のステップへ進めるのに。待って、ま、ダメだ。待って、倒せない、強すぎる強すぎる。うん、桁違い。待って、でもはめた。オッケー、古文がついてきてないあいつに。はい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 、この距離、適切な距離。はい、おぶれ、血の決断が、おぶれ。こいつもう一発、あ、オッケー、こいつ止まった時に放つな。待って、はいはいはい、いや、ああ、あ、はいはいはい、待て、まずいまずい、お前硬すぎるんじゃないか。はい、よし、に、いや、は、待て、長い、何分間俺は戦闘しなきゃいけない。きたー、まだ 99% だ。でもやったー、やったー、ヴァンパイアバロンレベル4討伐成功です。いや、でも、レベル3と、レベル4で、ちょっととんでもない差があった、正直。俺の中ではね。で、思ったんだけど、これ、チャージ率ゼロになってたわ。だから、実は、もっと楽に倒せるかもしれない。これ、よう倒したな、逆に俺。これでもう、いけると信じたい。次は、なんと、ここに柱立てます。ポンポン、いきます。最後ポン、これでマジで行ってほしい。もう願望、ここまで来ると頼む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 頼みます頼みます、いきます、いきます、いきます。次の技見てみよう。そう、次の技がこの左のツリーで最後なんですよ、フリーズ。まあこれは近くにいるモンスターを凍らせるって書いてあるね。まあそのままだね。ふっ、あ、びっくりした、なんか間違えたのかと思ったら朝になってて、この儀式は夜の間にしか使えないって思ったじゃん。あぶねえ、なんか得した気分。頼む、よーよーし、これでレベルいくつだっけ。やったー、これでフリーズを覚えられる。え、これ絶対強いよね。あ、今思ってみればマジ強いじゃんこれ。よーし、ん、 HP 増えた、すごい、なんか目が光ってる。よーし、ってことでついにフリーズを解放。やったー、やったー、マジかー。